あ、作法なんで一時中断？お話し会の時ですか？話し会の時一時中断してるのは、お水を飲んでるか、サインを書いてるかです。オンラインになってからメッセージをっていう風になって、お話しした直後にやっぱ書かないと、自分でもなんか何書いたらいいかわかんなくなっちゃうから、それを書いてる時が多いです。あとは、スタッフさんに止められてる時もあるし、そう、全部が全部自分で止めてるわけじゃなかったりはするんですけど。あとは、あれだね、前の人が何枚出してるかとかわからないじゃない。だからそういうので、まとまってる時とかも待ち時間が伸びてる時はあるかもしれないな。あと結構待ってる間に寝ちゃう人が意外といてね、起きてってやるのが多くて楽しい。だから結構待っててくれたのかなとか思ってね。どのタイミングから顔が見えてる？顔面が見えてる？あ、でもね、映る1秒2秒前、なんていうの、こう、終わりました。次の人パッと出て、カウントダウンとか出たかな？でも1秒2秒くらい間がある時があるかも、ちょっと映ってからお話しするまでに。だからもしかしたらそのちょっと映ってるって認識する直前の顔がたまに見えてる時はあるかも。私はお待たせって感じだからあれなんだけど。そんな変な人いないから大丈夫だよ。名前はね、思い出した。多分先に名前が出るの。で、あ、誰々さん来るって思って、名前と何枚かが出るのかな、先に。それで、ああ、誰々さんだーって思って、映って、話し始めてっていうイメージかな。あ、そう、だから顔より前に名前が入ってくることが多いかな。だからなんか、ニックネームをさ、同じのとかにしてる人は、まあ全然平気だと思うんだけど、なんかそのサイン用に名前を変えるとか、メンバーごとに変えてるみたいな人とかがたまにミスっててすごい面白い。全力でいじっちゃう 面白かった名前の人いました？なんか突っ込みたくなる名前はいっぱいあったけど、ありすぎてね そう。その都度突っ込んでるから気になった人にはね。だから、気になったら言うわ。本名の人もいます。いるいる。全然。でも本名じゃない人も結構いるなって。なんかもともとこうさ、ニックネームで書いてよって人とか言ってくる人とかも結構いたからさ。ただ今はこう登録してる名前がね、スタッフさんのさ、要はなんかチェックリストみたいなのがあるわけ。だからその登録してる名前で私も書かないと、スタッフさんがこのひ、どの人にどのサインを送ったらいいかがわかんなくなっちゃうから、登録してくださいってことになってるんだと思う、今は。前までだったら対面だからさ、その場で持って帰ってもらうだったからよかったけど、今はそういうのがあるから、だからよりちょっとそういう登録とかさ、期間だったりとかいろいろ厳しくなってるんだと思う。だからあまりにも変な名前でね、あれ来ると、スタッフさんにもおやおやってなる、言われるからね。